パッケージにさ、煉獄さんがいるから、まあ、煉獄さんは間違いなくいるじゃん。で、全部で6種類って左、右下に書いてあるから、向かって右下にね、書いてあって、見たのね。まあ、箱に書いてあるかなと思って見たら、なんとね、煉獄さんだけじゃなくて、めっちゃめちゃもう絶対出さなければ。でもさ、4個しかないから、絶対2章は出ない。しかも被りも出るかもしれないし、出るから、とりあえず煉獄さんと、やばすぎるわ。ちょ、落ち着こう。まずは、まだ出てないかな。いや、欲しいな。ほんとに欲しい。うずい天元いるんだよね。煉獄さんとうずい天元、この、多分、あと、カノーちゃん欲しいね。カノーちゃん、天元、煉獄さんが出たらもう勝ち中。あと、忍も欲しいな。胡蝶忍。で、これどういう商品かというとさ、いろんなところに、ハグしちゃおうっていう。なんか、挟められるんだって、こう、カチャってこう。しかも、第2弾なんだよね。第1弾何いたんだろう。いや、義勇さんいたろうな。義勇さんもすげえ欲しいから、まあ、今回開けてみて、すげえいい感じだったら、ちょ、1弾も探してゲットしようと思って、コンプしたいよね、これ。どんな、大きさはまあ、この箱に入ってるくらいだ、こんなもんか。で、ハグキャラコレクションっていう名前で、こう、商品名が、足をつまむと手が開くんだって、こう、可動式ぬいぐるみ、ハグキャラコレクション、こう、カチカチできるわけ。小物を持たせたり、カバンにつけたり、サンドにしたりと、楽しみ方がたくさん、いろんな場所にハグさせちゃおうということで、俺はもう煉獄さんと天元を、まあ、このダブルが出れば勝ちなんだけどね。とりあえずはもう、でも、カナオちゃんも好きだからな。開けるか、とりあえず。行くぜ。ちょっと箱も取っておきたいから、箱もこれコレクションだな。一段もちょっと探すわ。一段も探して、ちょっと下から綺麗に開けたい。下から。いや、頼むぞ。いやー、いや、めっちゃ緊張、今日出なかったらもう多分終わりだから、天元と煉獄さんは。多分2弾はもうゲットできないと思う。まあネットだったらわかんないから、ちょっとネットでも探してみようと思うんだけど、ちょっと待って、あ、こうね、こう開けて、よし、綺麗にいったんじゃないかな、一応。大丈夫だ、これ。箱もちょっと取っておきたいよね、箱もね。で、ペラ、お、お忍ぶか？あ、じゃあ紙入ってんのか。紙入ってるわ。あ、ラインナップの紙も入ってる。待って。ひばじま、ぎょうめ。まあ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 、一発。おー、でも可愛いね。普通のさ、ちっちゃいさ、ゲーセンとかで取れるさ、マスコットみたいな。でも、挟める。あー、洗濯バサミ入ってんじゃねこれ中に。そういうことか。あ、これ面白い商品だわ。アイデアがいいね。こうさ、洗濯バサミ入ってるイメージをしてこうやると。洗濯バサミ入ってる。あー、これ可愛いじゃん。これさ、ポッてこう。ガタイの申し子、姫島行明がすげえ可愛い。は、いや、か、あ、よ、あ、可愛い、めっちゃ可愛い。すごい可愛い、このシリーズ。一発目は姫島行明ね。結構強力だからね。これ結構辛いんじゃないかなと思ったの、これ、角度的に。でもかなりグリップ力が強いから、いろんなところにつけれるわ。すごいな、洗濯まさみだ、俺、洗濯まさみ。でもって、ここからがほんまにな、あと3つだから、カナオと煉獄と天元、どれか1個でも外したら終わるんだよね。いやー、怖いなー、この3つは絶対欲しい。あ、でも、しのぶちゃんも欲しいからな。この4つ欲しかったなー、この4つ。一発も外しちゃったから、あと無惨も欲しいしなー。まあ、ちょっとまたあれば、買ってくるわ。でもないだろうな、これ。絶対こんな可愛いやつすぐなくなるわ。あ、めっちゃ綺麗にいけた。こうね。まあ、一回開けたから、まあ、こういう感じの構造かっていうのがね、ちょっと分かったからね。天元じゃない？色、あ、じゃあ、髪か。曲げらしいな、あいつ。色的に天元の、煉獄さん！煉獄さん来た！やった煉獄さんだ！よしよしよし！オッケー！ 2 回目にして、狙い来た。煉獄さん、煉獄さん。やばい、これ超可愛いんだけど。煉獄さんで挟めるんでしょ？こうやって。洗濯バサミみたいに、こう、煉獄さんグリップできるってことだよね。あー、これすげー商品だわ。めっちゃ可愛い商品見つけてしまった。これめっちゃいいわ。これ超おすすめ。みんなもぜひ、あったら、ゲットしてみて。めちゃくちゃ可愛いよ、これ。あ、ほんと結構グリップ強いもん、ほら。簡単にこう、ホールディングできるから、可愛い。煉獄さんが、俺の手を、俺の指を挟んでいる。すごい、これ誰かもすごい天才じゃない？これ考えた人。洗濯バサミ中に入れて、こう、挟み、あ、ごめん、煉獄さん。煉獄さんで挟めるようにしようかも。これさ、鬼滅の刃だけじゃなくて、いろんな種類あんのかな、これ。な、煉獄さんのおちり可愛いね。煉獄さんのおちり。やったー、煉獄さん来たー。オッケー、煉獄さん来たよ。あと、二つで、天元と、カノーちゃんかシノモちゃんが出れば、勝ち中の勝ちなんだよね。よし、行くぞ！めっちゃ緊張してきたわー。出るから、天元！天元！頼む！いや、これ天元出なかったけど、これ運命だと思ってるもんね。あ、ちなみに値段がね、1個ね、ちょっと高かったんだよね。900円くらいだったかな。
800円か900円、結構ね、値段はするんだよね。でも値段はするけど、高えなと思ったんだけど、全部、多分ね、6箱、ワンボックス6箱だと思う。4個あって、手前2個空いてたから、多分2個なくなって、ワンボックスコンプじゃねえかな、これバラで出てるから。まあ、これで被ったらわかんないけど、あれシャッフリングな感じしなかったから、これで全部バラで出たら、おそらく、ワンボックスコンプ商品。で、2個足りなくて、それが、天元と、しのぶちゃんとか、かのちゃんだったらちょっときついっていうね。大丈夫かな、めっちゃいい。こういうのって俺さ、大抵一発、もういいや、箱綺麗なのあるから、ちょっと一個だけね、箱はもう保存用できたから、こういうの大抵俺欲しいので、忍ぶったわ。忍ぶった。これ間違いなく忍ぶちゃんだ。もう一発で終わった、忍ぶちゃんだ。やったこ、でも追い詰められてるって追い詰められたんだが。いや、でもね、追い詰められてからがね、天元は強いと。いや、忍ぶちゃんやった。カノちゃんも欲しかったけど、これ忍ぶちゃんのこれ特徴的なね、衣装。これで一発で、あ、これ綺麗だよね。最近これメガネケースもさ、しかも拭けるやつゲットしてめっちゃ使ったよめっちゃ使って、俺しのぶちゃん使ってんだよね、実は。煉獄さんとか天元のじゃなくて、しのぶちゃんのこれ色がすごい、イグロさんのもすごい良かったんだけど、蛇が書いてあって。でもね、いやー可愛いな、これすげー可愛くない？模様がすげーいいわ。で、洗濯バサミ入ってるから、こう挟める、しのぶちゃんで挟めるっつね。いや可愛いね、ハグハグしのぶちゃんだね。ハグハグしのぶちゃん、しのぶちゃんにこう指をね、こう挟んでもらうと、こう。え、かわいい！このグリップ力がね、強い。でも強いとはいえ、ね、持ち歩ったら多分落ちるね。カバンにつけて、あれ？ない！みたいな感じになると思うから、こう。あ、でも強いから大丈夫かな？ほんと結構強いんだよね、グリップ力がね。なかなかいい感じだった。いや、でも追い詰められた。終わったかもしんないわ。でんかー！いや、でも、最後まで諦めちゃダメだからね。まあ、しのぶちゃんと煉獄さん、ダブルで欲しいの来てるから、いけるいけるぞ。あ、めっちゃ濃い、めっちゃ濃い。髪の毛ふわーって、いや、かわいいね。さすがしのぶちゃんだわ。ちっちゃいぬいぐるみになってもすげーかわいい。よし、最後の一つ。これで出なかったらもう終わり。もうないからね。いやーくそ、これワンボックスコンプだわ、やっぱ。やっぱ間違いなくワンボックスコンプだから、手前2個入る、こう2個分入るの相手だから、絶対ワンボックス6個入ってて、6種でコンプだと思うんだよな。くそー、2個天元取られてる可能性あるよね。うずい天元を狙って。まあ、かなおちゃんでもいいけど、できれば俺やっぱ うずい天元推しだからさ。天元大好きだから、いやー、天元欲しい、天元だぞ、みたい。行くぜ。もう最後、もう最後の勝負、行くしかない。天元、自分信じる、俺は。天元、天元、俺の大巨剣。ペクトレスメジャーを信じて。うずいのガタイを信じて。うずい、ガタイ、うずい、握力。檻の握力パワーで、倒そう。いやー、天元来い、マジで。いやー、出なかったら今日一日沈んでるんだろうな。じゃ、出すぞ、俺は。出すぞ。いや、どうだ？待って。色的にさ、これ。天元フルコース入ってない？色的に。白日でこれ色的に天元だもんね。ほほほ、来た、天元だ！絶対天元だよ、これもう。はぁ、やってしまった、俺は。やっと、ほぉ天元来た！やった！やった、奇跡起きた。でも、ここ見た瞬間にも確信したよね。花王、天元、無惨、このメンツだったら、この色絶対天元だもんね。もう間違いなくね。こう見えてて。うお、やった天元来た、よっしゃ。これどうしよう、開ける？でも、開けて挟みたいよな。ありがとう、おぉ、かっけえ。なんか洗濯バサミになってもでけえガタイを感じるわ。いや、ここ、もう色で、うわぁ、色。これ天元カラーだもんね。クワタ。天元クワガタみたい。天元クワガタ。挟める。やった来た、ありがとう、天元来た。天元で挟んでもらうぜ。天元。派手に挟もう。おぉ、派手に挟もう。うわ、かわいい。天元なんかこういうさ、デフォルメフィギュアになってもかわいいよ。フィギュアのぬいぐるみ。イケメンだよね。イケメンはイケメンだよね。いや、ちょっと見にくいな。あ、でもこれでももっと見にくいな。こんな感じ。素材こんな感じ。ちょっと見にくいかもしれない。ライトが、ちょっと明るい。こんな感じかな。うん、こんな感じか。ライトが、こんな、なんか質感とかこんな感じね。ぬいぐるみ。完璧なぬいぐるみね。すげえ。ぬいぐるみなんだけど、完璧なの天元だから。天元。やった天元来た、ごめん、天元。落ちた。天元来た、欲しいの3つ来たわ、とりあえず。天元、煉獄、忍、あと、かなお欲しかったなぁ。ぱっと見さ、ただのぬいぐるみなんだけど、実はこう、挟めるっていうギミックがついてる。そこがめっちゃ気に入ったわ。実際挟めるんだよ、みたいなね。パッと見はなんかただのさ、ぬいぐるみなんだけど、実際こう挟んで遊べるっつ。すごいね、こんなフィギュア、ぬいぐるみ、フィギュアじゃない、フィギュアって言っちゃうの、ぬいぐるみあったんだね、こんなやつね。天元、忍、
で、煉獄に、姫島行明。いや、でも姫島行明も好きだけど、ガタ一番でかいからね。柱の中でめちゃくちゃでけえじゃん。もう素手で鬼をぶち殺せるほどのガタイをさ、2メートル20センチのガタイ。でも煉獄さんね、もうかっこいいかな。ね、イケメンレベルで言ったさ、煉獄さんだよね。いや、でも天元もかっこいいからね。天元もでかいしね。約2メートル。ほぼ2メートルのこのガタイ。あと、しのぶちゃんかわいいし。最高のメンツ来てくれたわ。オッケーオッケー。もう第1弾、次、コンプだ。それではでは、また次回、次のこの、ハサムシリーズのね、ぬいぐるみでお会いしましょう。めっちゃ可愛いね、なんかこれ。すげえ気に入ったわ。こう挟めんのすごい。こんだけ、なんか、ただ一つ、こう挟むギミックついてるだけでこんだけ興奮するなんてな。めちゃめちゃ可愛い。天元とこの煉獄の、この挟むダブルバサミっていう。すげえいい感じだよね。これどんどん連結もできると思う。こう、挟んでいけばこうやって。挟んでいけばどんどん連結もできる。煉獄さん可哀想だね。顔が潰れちゃって。いや、めっちゃいい商品知ったわ。みんなもぜひ見つけたら買ってみて。これすごいいい商品だ。ちょっと高いけど、中身はすごくいい商品だから、この箱もね、一緒にコレクションでこう、飾れば ディスプレイするっつうね。一箱だけ綺麗に開けて、こう取っておくっていう。このね、箱と一緒にね、こう並べておけばシリーズとかも、まあ、こう、ね、見れるしね。こんなシリーズかも。いや、いいな。煉獄さんの天元マジで嬉しいわ。すげえ可愛い。え、めっちゃ可愛くない？イケメンがめっちゃ可愛くなってるっつ。いや、めっちゃ可愛い。これ第一弾早く探そう。絶対ギウさんいるよな。